それは投げて使うことで相手を気絶させる武器よ。装備して投げると何かに当たった時に放電するの。そうするとその周りにいる生き物は気絶状態になる。人には効果があるけど BT には効果がないわよ。ここだ！ああ、こっちに来てみろ！
Oh,
ありがとう。中毒になれば BT を感知できなくなるぞ。 BB のストレスがたまらないようにするには慎重な移動を心がけ、敵との接触もできるだけ避けるんだ。ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。スーツに付着したカイラルボディを製造。休憩をお勧めします。靴が壊れそうです。交換をお勧めします。専門だと自分で言っていながら
こんなものも作れるんだな。ひとまず本部にも連絡して使えるかどうか検査をするよ。サム、その配送センターから納品された試作品の検査結果が出てきたわ。どちらも興味深いわね。まずは車両用のモーターの方だけど、とてもガラクタから作ったとは思えない。改良中のトラックに組み込めばすぐに使えそう。すぐにジャンク屋と契約して武器装備作成のリストにトラックを追加しておくわ。もう一つのバックパックポーチもいいわね。こちらも契約してプライベートルームで使えるように手配するわ。バックパックをカスタマイズしたいときはプライベートルームに来てね。二人からあなたへ向けた感謝の気持ちなのよ。だから試してみてね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注。
はようございます。血液採取チェック、献血ありがとうございました。サム、プライベートルームでバックパックカスタマイズができるようになったの。試してみてね。
リサはもう助からない。こんな男では私のせいでママは許してくれ、ビービー。君だけは私が守る。何があろうとも。スティッキーガンは粘着性の弾を射出するランチャーよ。弾と本体はワイヤーでつながっていて、撃った弾を引き寄せることができる。弾の粘着力は数十キロの重さも持ちこたえてくれるわ。つまりこれで目標物を撃つと、目標物を手元に引き寄せられるの。遠くの荷物を取りたいときや、遠くの相手から荷物を奪い返したいとき、それが役に立ってくれるはずよ。
さて。
ID を確認します。 ID 認証クリア。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。
着したカイラル物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。
無駄だ。
に行くぞ。Thank you.
荷物を納品します。ああ、すごい、届けてくれた。奇跡のように、素晴らしい状態ですね。何も言うことないわ。キューピッドをつないでください。一緒に住んでいるパートナーにあなたのことを伝えたら、とても興奮してぜひ話がしたいと言っていました。それであの人はカイラル通信をぜひつないでほしいと言ってるんです。だけど私はまだうまくイメージできなくて、まずは UCA に加盟するんじゃなくて、通信をつなぐだけのブリッジズ契約にして、カイラル通信がどんなものか少し様子を見たいんです。それでもよかったらお願いできますか。遅かったじゃないか。君に会いたかった。考えてることはわかるよ。それは楽が果樹、それともあえて浮かれてるのか。両方だよ。実はな、ラッコはイタチ科だ。うちの家族にもずるい人が、いや、過ぎたことがいい。そうだ、次だ。ラッコは陸がなくても生きていけるって知ってた。食事、睡眠、出産、子育て、全部水の中だ。水中でできないのは溺れることだけ。だって泳ぐのがうまいからね。いいね。はあ、いいだろう。わあ、こいつと同じくらい笑うんだね。よし、このラッコフードをあげるよ。きっと役に立つ。いやー、気にしないで。もうイタチあるから。どう？もうイタチ、もう一つ、もう一つ、な？笑ってくれよ！君は12年ぶりの観客なんだ！そのラッコフードはコスプレイヤーの私のパートナーが特別に作ったんだ。彼女は天才だ。トリプルステッチにほぼシルク入り、本当にすごい。これをかぶれば急な川の流れももう怖くない。怖いのはセクシーなことだけ。わーお、わーお。おやおや、おやおやおや、笑わないのか。行けよ、遠慮すんな、行け。ラッコは川が好きなんだろ。行けばわかるさ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。